2002年の最初のこの世界一決定トーナメント、準決勝でタイのガオランにあばらを破れ、背中を向けて敗れされました。同じ舞台は準決勝、相手はタイ人。さあ自らタイ人を破って決勝への扉をこじ開けることができるのか。2004年7月7日、いよいよ小比類巻復活への舞台は整いました。小比類巻の準決勝第1試合です。相手はタイ人ポーブラブック。針川さん、はい、ガオランに敗れて、そこからこの小比類巻の転落が始まりましたよね。そうですね。で本当に負け方がですね、背中を向けて負けてしまったっていうのがですね、やっぱ精神的に大きかったと思うんですけども、はい、まあ、このそういう意味ではこのブアカウというのはガオラン以上だと思うんですが、正念場ですよね、小比類巻選手、はい、ただ、入場の目はすごく良かったですよ。そうですね、さあ小比類巻序盤から手数を出している。敵は自分のスタイルの中にあった。この格闘技を始めて7年、ようやく小比類巻は気づいた。あ、いいですね、蹴っていく、いいですね。初回この1回からこの1ラウンドから積極的です。畠山さん、はい、非常にいいんじゃないですか。そうですね、まあ、精神的にだいぶ小比類巻選手で2年前のガオランに負けた時とはまるで違うと思いますからね、すごく精神的にも成長してるし、今多分絶好調だと思いますよ。そうですね、はい、しかしながらこの体重を破るためには生半可な努力ではダメ、パワー、リズム、スピードが大切、相手の気持ちをへし折ってこそ、そのただ、あっと、このムエタイスタイルです。こういう時に精神的に負けちゃダメですね。はい、何を狙っているのか。もうとにかくムエタイ幻想っていうものをもう全然自分の頭から取っ払うことですよね。そして須藤さん、クリズもなかなかやはりここもすごいですね。崩すのはすごいですね。わーっと背中を向けてしまった。これは大丈夫、これはダウンではありません。さあブリーナクを膝を出していく。相手がムエタイだとこのポープラムックも高さ生き生きしてきましたね。そうですね、崩すの上手いですね。しかしながらこの前へ出る、前へ出る、このブアカオ、しかし先ほど4ラウンドを戦ってますからね、畠山さんね。そうですね、このスタミナですけどね。いや、もう4ラウンドぐらいじゃバテないでしょ。バテませんかね。あと1、小比類巻背中を向けてはいけない、蹴る蹴る蹴ってくるボームラムック、ムエタイは負けられない、背中を向けるな小比類巻。準決勝第1試合、前でなんかダメですね。さあこのムエタイの呪縛を振り払うために第1ラウンド、やっぱね、小比類巻選手にとって武器がやっぱりムエタイと同じなんで、ムエタイはやっぱりやりにくいんですよね。そうなんでしょうね、右を出した番長を出す、同じ武器なんで、ああ顔を出していく、コーナーとっとっと、小比類巻またしてもさ、ガオランの悪夢。さあ立てるか、立てるか、立て立て、何も変わらないぞ、立った、立ちました。ここで負けては何にもならない、気持ちですね、気持ち、気持ち、本当に気持ちですね。さあ1ラウンド、次の試合です。何か谷川さん、ちょっと畠川さん、おかしいですよね。そうですね、まあ、トラウマがあるのか、トラウマ、ちょっと気持ちいいですよね、これ、気持ちいい、背中は負けがない、ちょうどガオランのリプレイを見ているようだ、同じ相手はタイ人、さあ、自らこのタイのブアカオを破って、決勝に進んでいける小比類巻、ミドル打ち合っていく、さあ、打ち合いだ、打ち合いだ、パンチを出す、ブアカオ、膝、膝、危ない、小比類巻、危ない。ブアカオは決めきれないという表情、この表情はどうか、小比類巻。さあ、準決勝、小比類巻、相手はあのガオランと同じタイ人のブアカオ、谷川さん、どう見ました。出足はすっごく良かったんですけど、はい、やっぱりなんか聞いてからですね、気持ちが急にないというような感じがするんですね、まあ、もちろん聞いてると思うんですが、ここを精神力見せてほしいですよね。畠山さん、はい、ガオランの VTR を見ているような形になってきましたよね。そうですね、悪い記憶が蘇りつつありますけども、まあ、やってくれるでしょう。そして須藤さん、はい、やはりこのブアカーは本物ですね。そうですね、もうあんだけ小比さん崩されるの初めて見ましたからね。ここはメタリスタイル、これでダウン。第1ラウンド、まず1度目のダウンを喫してしまいました小比類巻隆行。小比類巻第2ラウンド序盤いきなりのダウン、恐ろしいブアカオ。さあ立て立て、谷
小比類巻、お母さんも心配そうに見つめています。青森から今日も応援に来たお母さん、あーっと、またここで、とにかく背中見せずですね、はい、気持ちですよね、気持ち、気持ちで負けてはいけない、敵は自分のスタイルにあるんだと気づいた小比類巻。さあ、クビズもこの膝、負けられないか、ノックアウト、2度目のダウンを喫した小比類巻、決勝進出ならず。決勝に駒を進めることはできませんでした小比類巻。またしても準決勝、タイ人のブアカオにノックアウト負け。そうですね、ブアカオは。そうですね、そしてムエタイ連続復権の切り札、ブアカオが決勝へ駒を進めました。畠山さん、この試合を見る限りちょっと力の差があったなと感じましたね。2ラウンド大きな声を上げて飛び出していった小比類巻。しかしこの膝の連打、この首相撲、さすがは本物のムエタイファイターだ。ブアカオ勢いついちゃいましたこれ。そうですね、やはりジョン・ウェインが山と話していましたが、この準決勝は全く小比類巻を問題にせず、この膝叩きつける。本来ならばね、須藤さん、はい、これを小比類巻としてはブアカオにやりたかった。そうですね、小比さんも膝得意ですからね。しかしリングに這わされたのは日本代表の小比類巻でした。またしてもタイ人に敗れました。この準決勝、小比類巻完全復活は